YouTube をご覧の方にお知らせ。動画を見てるだけでなく YouTube で収入をアップしませんか？顔出し、声出し、撮影不要の新しい YouTube の稼ぎ方を無料公開中。詳細はこちら。韓国空軍が初めて導入する空中給油機の機種選定が30日の防衛事業推進委員会で決まる見通しだ。韓国防衛事業庁関係者が28日明らかにした。空中給油機事業の総予算は1兆4880億ウォン、約1640億円で、2018と19年に2機ずつ計4機を導入する。候補機種は欧州のエアバスディフェンス&スペース、エアバスディ&Sの A330MRTT、 米ボーイングの KC46A、 イスラエルエアロスペースインダストリーズ IAI の MMTT の3機種。事実上エアバスディ&Sとボーイングの一騎打ちとなっている。防衛事業庁は当初昨年末まで機種選定を完了する予定だったが、交渉が難航したほか予算確定が遅れ日程がずれ込んだ。